し、今日はドクダミを取っていきます。これがドクダミ。ドクダミを利用して化粧水を作ってみたいと思っています。これ口切るようめちゃくちゃいい匂いするんですね。不思議なことに結構簡単に取れるな。よし、これぐらい取れました。ドクダミです。今日の天気はこんな感じです。曇りですね。今日はツーリングがてら夏キノコの方をチェックしていきたいと思います。何かあればいいのですが、とりあえず行ってみます。キノコっぽいのがあります。なんだなんだ、え、赤い、足が赤いキノコですね。多分食べられないやつじゃないでしょうか。もうカビが生えちゃってますね。去年この辺りで
赤山鳥を見たんですけども、ないですね、なんもない。ないなぁ。これはこれは、なんかこういうキノコはありますね、ちっちゃいやつ。これは何でしょうね。ケロウジ？ちょっとわかんないですね。戻しておきましょう。キノコ、香りは悪くないですね。なんでしょうね。キノコって感じの香りがします。わからないので置いていきます。こっちにもある。え、同じやつだね。これ。これなんだ。ありましたね、またこれ。あら、取れちゃった。これも同じやつですね、多分。そうだな、香りはいいですよね。この個体はいい感じなので、これもありますね。これもじゃない。あ、そうだ。これもそうですね。お、でっかいのあった。なんだこれ、これはなんじゃい、なんすかこれ。でっかいのありましたよ。お、軸がいい感じですね。あ、あ、色変わるやつだ。おー、色変わり。どうなんすかね、これ、これ大丈夫だったかな。色変わり。軸は？あれ、軸どこ行った？あれ？あ、これか。どうなんだろう。あるんだね、こういうの。
これなんか色変わり変色タイプのやつですね。まさかの色変わり系、ちょっとわかんないのでちょっと今回は置いていきます。でも結構いい感じですね。いやーないですね。お、なんだこれ、ヒラタケ、薄ヒラタケ、うん、いいですよね。香りもいいですね。あれ、こっから来た。ちょっと持って行ってみようかな。うわ、綺麗だな。薄ヒラタケがありました。何にもないかなと思ったんですけども。まあいいや、これぐらいでも。あ、そっちにもあった。ここにもありますね。感じですね。大丈夫大丈夫、地下消費なので大丈夫です。これはなんだ、落ちてますね。出ます。よいしょ。お、なんじゃいこりゃ。落ちてます。私があったのかな。私があったんですね、これ。この木はやっぱり半分腐ってる木ですね。やっぱりこういう腐ってるところに菌がつくんでしょうね。このエリアがキノコ菌ありそうですね。ですね。よいしょ。だだだだ。なるほどね。